そこで、このあと、閣議決定を撤回していただきたいと言っても、そうはならないでしょうから、個別法を作るときに、今日いくつか申し上げた論点をきちっと整理していただかないと、法案審議の場で、また根本的な議論をせざるを得なくなる、こういうことを申し上げているんです。岸田さん、うなずいていただいているんで、ご理解いただけると思うんですが、まあ、そこで、